桃十郎町井森風呂阿古十郎こと阿古町元は北町奉行所に属して江戸一の鶏ものの名人ひょんなこと役所をしくじって今はしがない籠かきとせ昨夜遅い客を柳橋まで送り届けたのは9つ半。 神田まではるばる帰る気がなくなって深川万年町の松平陸つの,の中間部屋へ転がり込みその翌朝朝,朝から殿雲って間もなくざっと来そうな空模様怠け者の2人のことだからこれをいい口実にして今日は休むことに話し合いがつき借りたてぬぐいを肩へ引っ掛けて伊勢崎町の湯へ出かけてゆく。 この辺は下町でも朝が早いからまだ七つというのにひどく混雑するいい声で「源太節」を歌うのがあると思うとのぼせた声で浄瑠璃をうなるやつもあるほかの町内の風呂というのは何となく気物せなもので無駄口をたたき合う知った顔もないから濡れてぬぐいを頭へのせてだんまりで湯につかっているとふとこんなもそもそ話が聞こえてきた。 ザクロ口の中は薄暗いから顔は見えないがどちらも年配らしい落ち着いた声お聞きになりましたか阿波屋の今聞いてゾッとしているところです実際ひと事ながらこうなるといささかおじけがつきます朝っぱらから縁起でもねどうにも嫌な気持ちでいやまったくそりゃそうと これでい6つ目,です六つ目阿波屋の葬式といったらこの深川でも知らぬものはない今年の5月に僧侶の仁之助が死んでその翌月に三男の神三郎7月には連れ合いの丘よ、8月には姉娘のお藤と次男の神次郎しばらく間が空いたからそれで済むのかと思っていると今度は。 四男の人末が急に行けなくなって今日の引き分けに息を引き取ったっていうんですどういうのか知らねえが半年足らずのうちに一家六人が次々に死ぬというのはただ事とじゃありません医者の見立てはどうなんです破傷風というんですがその辺のところがはっきりしない 医者が先に立って、これは何かの祟りでしょうと言うんだそうですから。ケブです。もう、そのくらいにしといてください。あんまり気色のいい話じゃねえから。あなたはいいが、私の方は何しろすぐ真向かいなんだから、これには恐れます。ダンバラ神の白髪のババアが牛三つ時に、真っ暗な泡屋の屋根の胸をこう、 手を振りながらひょいひょいと行ったり来たりするのを見たなんてものがありまして女子供は怯えてしまって日暮れになるとあなた川屋へも一人で行けない始末なんですそれはいいがこうの別葬式続きじゃこっちも付き合いきれないと言って同じ町内で知らない顔もできないしいやあごもっともしかし 母も大変だこれで主人を残して一家が死に絶えてしまったというわけですか死に絶えたも当然あとには末娘のお節という十七になるのが一人残っていますがこれだってこの先どうなることやら阿古町とすけが2階で風に吹かれながら桜湯を飲んでいるとすぐ後から 濡れた体へ斑点をひっかけながら上がってきた三十二さの職人邸の男。おずおずしながら顎十郎の前に膝をつき、千葉様、ご無沙汰をしております。金助町にいつもお世話になっている大工の聖五郎でございます。おお、聖五郎か。どうした。ひどくしけてるじゃないか。 いえ,へえどうも全くその弱ってしまいましたたどたどと口ごもってはーっと辛気さくため息をつき「あなた様を見込んで降りって聞いていただきたいことがございますんですが顎中郎はへちまなりの大きな顎の先をなでながら「ほうほう」と曖昧な声を発し以前 とって今はきろくな聞き方もできまいが話というのはどんなことだそのことでございますが清五郎は膝こを押し出すようにして声を潜め「今お聞きになりましたでしょう阿波屋の」ああ6人が順々に死んでやがて阿波屋の一家が死に絶えるだろうっていう話か 清五郎は慌てて手で押さえてどうかもう少し小さな声で「へえそのことなんでございます」「ここではお話ししにくうございますのでお手間は取らせませんからどうかその辺まで」赤あざ「赤万年橋の鯨汁鯨一式でどロックを売る。 朝の早いのが名物で部屋で夜明かしをした中元や朝帰りの我縁どもに朝飯を食わせる清五郎は何かよっぽど思い詰めたことがあるふうで注がれたどぶろくに手も出さずにうつむいていたがやがてしょんぼりと顔を上げると「こうなったら何もかもさっくりと申し上げますが阿波屋の人死には実は足のせいなんで」。 十郎はちらととどすけと目を合わせてから「えらいことを言いだしたなああわやの6人が死んだのはお前のせいだというのかへえそうなんで、ね」と言ってがっくりとなりそれに「違いございません」。顎十郎は急にそっけのない顔つきになって「おい清五ろ。 お前は何かか。見当違いいいをしていやしてやないか今はこんな駕籠かきだがついこの間までは北番所の帳面くりひょんなことであわやの6人を手にかけのっぴきならないことになりましたが以前のよしみでなんとか一つおめこぼしいなんて話なら聞くわけにはいかないなるほど俺は水郷だが下手人の味方はしねえのだ。 清五郎は額にびっしょりと汗をかいて「まあ待って下さいどの道逃れぬことと観念しておりますがこんなところで思いがけなくお目にかかったのを幸いせめて道筋だけでも聞いていただきたいと思いまして」。顎中郎はまじまじと清五郎の顔を眺めてから「それで一体どんな具合にやった?」。 どんな風に殺したと尋ねられても困るんでございますが、しかし直接手は下さなくともハッシが殺したも同然なんで。口の中でブツブツ言ってない。で、はっきり言ってみろ。セイゴはほっと頷いて。事の起こりはヤモリなんでございます。ヤモリヤモリがどうしたってうんだ。 いきなりヤモリとばかり申し上げてもお分かりになりますまい今詳しく申し上げますから一通りお聞き取り願います」と言って震える手でどぶろくの茶碗を取り上げてぐっと一息に煽りつけ話は少し古くなりますがちょうど今から3年前阿波屋の離れ座敷を不審することになって 足がその建前を預かったんでございます。この方には別に話はございません日数を切った仕事でありませんから十分念を入れ存分な仕事をしたんでございますうんすると今年の2月頃、足のところへ阿波屋さんから迎えが来ました何の用かと思って行ってみますと離れ屋のことなんだが夜更けになると。 風もないのに木の葉のすれ合うようなかすかな音がしその合間合間にハーっと長いため息が聞こえてくるそればかりならまだいいがうとうと眠りにつくと黒吻のようなみつみつとしたものが天井から一段になって舞い下ってきて胸や腹へのしかかり朝までうなされ同士にうなされるあの離れやに 何か触りでもあるのではないかと思われるからどっくり調べてもらいたいというらちもない話なんです何をくだらねえと思いましたがまさかそうも言われないからいやいやに離れや行って床下から軒裏マイラドの戸袋という具合に順々に調べ最後に押し入れの天井板を剥がして天井裏へ上がっていきましたすると するとえらいものを見ましたどうした急に顔色を変えて何か怖いものでも見たのかあふっと息を呑んでちょうど八条の居間の真上あたりに針が一本いっていてそれにたるきが合掌にぶっちがってるところに六寸ばかりのヤモリが 五寸釘で銅の真ん中をぶっ通され針の表に釘付けになってるんです。たるの留めを打つ時弾みでそんなことになったんだろうと思いますがそうしようと思ってもこうまでうまくは行かなかろうと思われるくらい見事に銅の真ん中をそれがどうしたというんだヒッヒッと泣き面になって <laughs> <laughs> いくら臆病な足でもそれだけなら格別びっくりもしゃっくりもしねえんですが何気なく糸ろうそくの明かりをその方へ差し付けてみますと思わずわっと音を上げてしまった見ますとねどこからやってくるのか何千何百という一寸ばかりのヤモリの子が針の上を ちちちちょょょょろちょろろろと動き回っているめめずほどのヤモリの子が針の表いっぱいに目白押しになって動き回るんでちょうど針全体が揺れているよう何をしてるんだと思ってよく見てみますとそこに釘付けになってんのは多分そいつの親なんでしょう。そのおびただしいヤモリがてんでに針巻きの子やうちをせっせと運んでくる。 米粒ほどのハエのうを加えて親のヤモリの口元へ差し付けるともう2年も前に釘付けになったそのヤモリが真っ赤な口を開けてパクッとそれを受け取るんですヤモリは性の強いもんだということは聞いていますがそれを見た時はあまりの凄さにあは生きた気もなくなり転がるように天井裏から跳ね出し どこをどうしてたどったものがほとんど夢中で自分の家に飛んで帰りそれから3日というものは大変な熱4日目になってようやく一心地つきましたがいくらなんでもあまり臆病なようで今の天井で近々こういうものを見て夢中になって逃げて帰ったとは言えないそれから2日ほどたってからわやへ出かけていきまして何食わぬ顔で 格別何のことはなかったでおさめてしまったんですところがまたぐったりと首を投げ出してところがそれから2か月たつかたのうちに何のはずみか僧侶の仁之助さんがにわかにどっと熱を出し半日ほどの間苦しみ続けに苦しんで死んでおしまいになった。 足も出かけて行ってゆかの手伝いをしたんですがその時何気なく仁之助さんの胸の辺りへ目をやりますと分球線ぐらいの大きさの赤あざができているちょうどヤモリが五寸釘でぶっばされたと思う辺りにそういう奇妙な赤あざができていてそこからじっとりと血がにじみ出してるんです。 阿古鳥は怯えたようにちらととどすけと目を見合わせ。なるほど、すごい話だな。その後のことはさっき風呂でお聞きなすった通りですから、口どくどしく申し上げることはない。お次は三男の仁左衛門さん、それからご親ぞさん姉娘のお不二さん、次男の仁次郎さんという具合に順々に同じような死に方をし、今度は。 四男の陣末さんまであっしが臆病なばかりにこんな始末あの時ヤモリを釘から外すかありてえに言うかしたらこんなことにはならなかったヤモリのたたりとは言いながら先日めたところあっしの罪手こそ下さないがあわやの6人はあっしが殺したも同然そう思うと。 橋はもういても立ってもどうかお察しなすってくださいまし屋根裏深川の油り。裏菓子に沿ってずっと油蔵が立ち並んでいる壁の破れにペンペン草が生え蔵に寄せて積み上げた油壺や油がめの間でコオロギが鳴いている昼でも人気のない妙に陰気な花壇 もう遅れかけて時々さーっとしぐれてくる向こう岸はぼーっと雨に煙り檻からいっぱいの揚げ塩で柳の枝の先がずっぷり水につかり手長ガエビダのフナムシがピチャピチャと川面ではねるちょうど大間が時油蔵の日やわいになった薄暗い狭い,狭いところを通ってゆくと古びた黒板塀に行き当たった 寿五郎は浦木戸のさんに手をかけながら「ここから入ります」「母屋はお通夜でごった返して離れ屋には誰もいないはずですがそれだと言ったってだんまりで座敷へ踏み込むわけにも行きません」「屋根の破風の下見を少しばかり壊しますから窮屈でもどうかそこからお入りなすって下さい」。 潜水の淵を回って離れ屋に行き着くと横手に置いてあったはしごを起こし身軽にスラスラと登ってゆくさすが慣れたもので切り妻の破風の下に人が一人入れるだけの隙間をこしらえ二人を手招きしてからごそごそと穴の中へ入っていってしまった乗りかかった船で阿古町と戸助の二人が苦笑しながらその後ろから天井裏へ入り込む。 屋根ののじ板の裏側が合掌なりに左右に垂れ下がり梁や化粧たるきが骨格のように組み合ったのへ、おびただしい蜘蛛の巣が絡みついている糸ろうそくの光が届くところだけはぼんやりと明るいがそれもせいぜい23軒前も後ろも真っ暗闇埃り臭い匂いがむっと鼻をつく天井板を踏み破らぬように用心しながら進んでゆくと 先に立っていた聖五郎が急に足を止め何か指さしながら二人の方へ振り返った指さされたところを見るとなるほど六寸ばかりのヤモリが胴の真ん中を五寸釘でぶっ通されたまま死にもせずにひくひくと動いている油を塗ったようなドキッとした背を微妙にうねらせて急に飛び上がるような格好をするかと思うとすぐまた死んだように動かなくなってしまう 何をしているのかとろうそくあかりを寄せてみると両手の中に中しにかけたおとりの大きなメクラグモを抱え込みそのにおいをしたって集まってくる子蜘蛛を片っ端からパクッパクッと飲み込んでいるのだったとどすけはぞっくりとした顔つきで「これはどうもすさまじい」こうして3年も生きていたんですか。 いやこれほどまでとは思いませんでしたなるほどこの執念ならたたりもしましょう」。阿古町は何かに熱中した時の癖で眉の間に深い縦じわを寄せながら糸ろうそくの火でヤモリをためつすが滅して眺めていたが唐突に清五郎の方へ振り返ると押しつけるような低い声で。 この離れ屋が建て上がったのはいつだと言ったかね ?3 年前の5月でございます。お前が屋根裏へ上がったのはいつだった今年の2月でございます。するとヤモリがここへ釘付けに立ってからちょうど2年と4ヶ月経ってるわけだな。さようでございます。そんな感情になります。 それにしてはちっと妙だな何がでございますか顎十郎はヤモリの道中を突っ通してる五寸釘を刺しながら「二年以上もここに突き刺さっていたにしてはまるっきり釘の錆び方が違うヤモリの身に近いところはともかく釘の頭の方はもっと錆びが浮いていなければならないはずなのに見ろこのとおり。 まっさらだ清五郎は釘に目を寄せて眺めていたがたまげたような声で「なるほどこりゃあ警部だ3年前の釘がこう新しいはずはありません一年どころか遅くてせいぜい20日ことによればまだ45日しかたっていない妙なのは釘ばかりじゃない清五郎よくこの虫を見ろ」。 お前はヤモリだと言ったがこれはこの辺の堀にいる赤原だヤモリなら一軸の葉のような手足をしているがこれにはちゃんと指があるここに釘付けになってるのはヤモリでなくてイモリだそんなに遠くでへっぴり腰をしてないで近くへ寄ってよく見ろ清五郎は首を差し伸べておずおずと眺めてから いかに亜子町はにやりと笑いながら殿介の方へ振り返り「殿介さん少々妙ですがご承知の通りヤモリなら明かりに集まってくる虫を食うために軒下や壁を這い回りますがイモリの方はもともと水の中にいる虫。 せいぜい貸しの草のあるところぐらいしか上がってこぬものです。とどすけは目玉を向いて「するとどういつかわざわざこんなところへ井森をくぎづけしに来たものがあると見えますな」。まずそのへんのところ。と言って天井板の上にうっすらたまっているほこりをさしごらんなさいその証拠はここにあります。 とどすけと聖五郎が差し付けられた明かりの下を見ると埃の上に旅はだしの足跡が一つ残っている大工ともあろう聖五郎が旅はだしなどで屋根裏へ上がるなんて事はない言うまでもなくこれは別な人間の足跡ですと言って聖五郎に俺たちが入ってきたほかに天井うらへ上がる口があるか、ええ。 常識通り広座敷の押し込みの天井板が3枚ばかり浮かしてありますから這い込むとすればそこなんでございましょう離れ屋には今誰が寝起きしてるんだ備前の松浦様のご老人で新田和恵という若いお侍がこの春から寝泊まりしております父親という人は乱位で オランダの総務区に詳しい人だそうで、ニッという人も離れ屋で朝から晩まで本ばかり読んでおります。それはなんだ阿波屋の親戚でもあるのかあ、い,いえ、縁引きのなんのじゃありません。早い話がいそうろう。話はちょっと時代めくんですが、今年の春、阿波屋の末娘のおせつさんが、 5人ばかりの踊りの奉猥と一緒に向島へ花見に行った帰り道悪ーく旗本に絡まれて困っているところへその浪人者が中へ入りひょっとすると嫌な怪我でもしかねなかったところを助けられたそのお礼いずれ死官するまでという気の長い約束でずるずる居座っているわけなんです。阿古町は何か考え込んでいたがまた唐突に口を開き 聖ごろお前、その浪人者に、やんぼりの話をしたろうな。ええ、何しろ、その浪人者が、離れ合い居候するということですから、橋も、なんとなく気がとがめまして。それは、あわやで、人死にが出る以前のことだろうな。さようでございます。 その浪人者が離れ合いつくようになってから一月ほど経った後、何でも八十八夜のすぐあとのことでした。僧侶の神之助が死んだのはいつだっけな五月の二十日、それから二十日ばかり経ってから後のことです。で、有雄をすっかり話したのか千五郎は慌てて手を振って、 とんでもございません。ここに寝るとみんなうなされるというが、離れ屋の天井に何か触りがあるんじゃなかろうかとまあそんなふうにぼんやり話しただけだったんでございます。顎中郎は蜘蛛の巣だらけの針に腰をかけてうっそりと腕組みをしていたが、何か思い決めた風で、おい千代老、ちょっと と人末の死骸を調べてみたいから寛大行って大急ぎでひょろ松を呼んできてくれえそうですかよろしゅうございます大掛けで行ってまいります油壺雨が上がって薄雲の間で新月が光っている油蔵の日畑へかがみ込んだ5人阿古町とど松ひょろ松清五郎それに ご用意者の山崎鎮安阿古町はちらと辺りを見回してから低い声で「どうだヒョロマツ人末の死体を何と見た?」「黄熱が出たということや手足の節々の腫れ方などを見るに召喚か破傷風この前の4人を見ていませんからはっきりしたことも言えませんがどうもその辺のところかと思われます。 先生あなたのお見立ては一旦はコロリかとも思いましたが吐いたものはコロリとは全く違う胸や背に赤飯こそありますがコロリの特徴になっておる形容の高校もなければこけずらもしていないそれにこれがコロリならあわや一軒で済むはずがないアコちゃんはせっかちに遮って なるほど、するとギリギリのところどういうことになるんです手前の診断ではまず毒それも何か甚だちんきな例えばランドグのようなものでも盛られたのではないかともちろんこれは手前の推察で確言いたすわけではないが。アゴチーローは、 手のひらで長い顔をベロンとなでおろし向こう島の花見で助けたのが新田和恵助けられたのが末娘のおせつ。次々に妙な死に方をしたのは男の方は僧侶から四男まで女の方は姉娘とおふくろ生き残っているのは父親と磯的の新田と末娘のおせつの3人ところで カズエの親父は乱邦医で、オランダの本草学に詳しいということになれば、ハワ屋の事件はもう答えが出たようなもんだ。どうだよ、ヒろロマツそれとも、お前の方に何か格別の見込みでもあるのかこう筋が取った上で、別の思いつきなどあろうはずはありません。いつぞやの酒屋騒動の時もちょうどこんな風にうまくできすぎていて、つい引っかかってしくじりましたが、 はのし。会心らしくにやりと笑って「すぎたるは及ばず」ってあんまりうまく段取りをつけすぎるから結局露見してしまう悪いことというのはなりにくいものと見えますひょろ松が考えめいたことを言っていると黒板塀の裏木戸の方を眺めていたとどすけが何を見たのかおやっと声を上げた「あれをごらんなさい。 「何か妙な歩き方をしておる」「4人が開け放しになった裏木戸の方を眺めると今噂になっていた新田和江が潜水の縁に沿って薄月の光に照らされながらひょろひょろと離れ屋の方へ歩いて行く」「男にしては少し色が白すぎる難はあるがいかにも聡明そうな立派な顔立ちで」 黒の薄合わせを着流しにしたいい様子それはいいが歩きっぷりがすこぶる妙なので水歩満散といった具合に肩から先に前のめりになってよろよろと二三歩泳ぎ出すかと思うと突然立ち止まって激しく大息をつき両手で胸のあたりをかきむしるような真似をしてまたひょろひょろと歩き出す。よ てるのでしょうかうん酔ったにしては妙な歩きっぷりだなあ。5人が肩を重ねるようにして眺めていると和江は急に目でも見えなくなったように潜水の端から離れ屋と反対の方の竹藪の方へよろけてゆき賭場口の太い妄想だけにえらい勢いで体を打ちつけたと思うと仰向けざまにどっと倒れてそのまま 動かなくなくっってしまったどうしたんだともかく言ってみよう」「亜子町を先にして潜水の縁を回り込んでえのそばまでかけてゆくかがみこんで顔を見ると土毛色になってもう命の瀬戸際よほど苦しかったと見えて顔がぐいと引きうがみ片目だけ大きく開けてじっと空をにらんでいる」お「おこれはいけねえ。 陳安は数えの着物の胸元を広げ気ぜわしくあちらこちらと調べていたが阿古町の方へ顔をねじむけ「ごらんなさい若あが」「よろめき回るはずみにどこかへ打ちつけたと見えて右の膝小僧のところへ擦り傷ができそこからとろりと血をしたたらしているそれから少し上がった辺たりと右の脇腹のところに 人末の体にあったような分球線ほどの赤あざが消しの花のように赤くくっきりと残っている阿古町はいつになく戸惑ったような顔で「こいつは大しくじり大変な見当違いだった」「この具合ではもう一度初めからやり直さなくちゃならねえそれはともかくこんなところへ放っておけないい五ろ、とにかく母屋へ知らせてこい」 青くなって震えている清五郎の尻を叩くようにして母屋へ追い立ててやってから4人で数えを離れやへ運び入れようとしていると母屋へ続く詩織戸を引き離すような勢いで押し開けバタバタとかけてきたのは末娘のおせつ若さの匂いがこぼれ出すようなみずみずしい肌に喪服の黒はよく似合う下着の彼の子の赤色をハラハラ裾からこぼしながら 旅びはだしのまま息も絶え絶えに駆け寄ってきて長い袖を肌と打ちかけ両手をかき抱くようにして和江の胸に食いつくとわっと声を上げて身も世もないように泣き沈んでしまった「和江様和江様あなたまであなたまでああどうしようどうしようあなたに万一のことがあったら私は生きてはおりませんどうぞ」。 もう一度目を開けて死んではいや死んではいや岩の下ゆく水の心ばかりを通わせじれ死ぬほどにお慕いしておりましたそれほどの思いも届かずこんな凄まじい折に思いの丈をお伝えできぬとは何という悲しい巡り合わせ切ない私の思いもあなたの耳に聞こえるのやら聞こえぬのやら なりもふりもなく書きくどくのをち古町はその肩へ手をかけ「そういうことなら悲しいのはもっともだがそんなことをしていては手当てが遅れるそれじゃ助かる命も助からない嘆くのは後にしてともかく離れやへ運んで手当てをしなくては」「とどすけとい五郎と3人がかりでおせつを引き離してずえを離れやへ運び込む」「大変な熱で」 そばへ寄るる。とプーンとー熱の匂いがする寒気がするのか絶え間なくガタガタと体を震わせキレキレに「畜生き貴様あわの6人を貴様があわの敵倉庫にいろ今離れ屋へ行って刀を持ってきてぶった切ってやるからくっそ。 どんなことがあってもそれまでは死にはしないからおのれ待っておれ恐ろし者がすぐそばにでもいるように取りとめのない上とを言いながらつかみかかるような身振りをする「畜生脇差しを早く脇差しをそらそら逃げてしまうから」。 脇差しを探そうとするのか、急にむっくりと起き上がってあらぬ方へ這い出そうとする。ひょろ松は顎十郎の方へ振り返って。青子十郎さん一体何を言ってるんでしょう。何かしきりに言いたがってるが、聞き出す方法はないもんでしょうか？こういうひどい。熱だからちょっとおぼつかないが、やるだけやってみよう。 と言ってかずえの耳に口を寄せ。新田さん、新田さん、あわやの敵というのは何のことです。一言でいいから言ってください。私たちがきっとぶった切ってやりますからね。たった一言。和枝はこちらの言うことがまるきり耳へ届かない様子で、まなじりも張り裂けるかと思う。ばかりにくわっと目を押し開き。きただ。脇差し脇差というばかり。 あ、胡蝶は短足して、はあ。こいつはいけねえ。一言言ってくれさえすりゃ。なんとか手がかりがつくのだが。そう言っているうちにおいおい低い木ばかりになって、どうやらおぼつかない様子になってきた。治安先生、もうちょっとの間命を取り止めるように手を尽くしてみてください。あわやの開始の秘密はこいつの口1つにかかってるんだから。 よろしいなんとか及ぶ限りやってみましょうふと気がついてみると今まで部屋の隅で泣き伏していたおせつの姿が見えないひょろ松はけげんな顔で「およ今いたおせつという娘はいつ出て行きましたろう何かあの娘にいわくがありそうだからちょっと問い詰めてやろうと思ってたんですが」と言っているところへ。 大工の聖五郎が駆け込んできて怯えたような低い声で「妙なことがありますお節さんがはしごを登って今屋根裏へ入っていきました」ちゃ町はキッとして「お節が屋根裏へそれ本当か見間違いじゃないだろうな見間違おったってこのいい月決して間違いはありませんこう。 おじたように後先を見ながら足の上げたハフの穴からそろそろと屋根裏へ入っていったんです。よし、じゃあ降りてくるところ。勘づかれるといけないからあまり大勢でない方がいい。そんなら、ひょろまつ、お前と二人で。間がのそばにまだ花のない萩の一とむがある。あこちょうとひょろまつがその後ろにかがんで黒い口を開けたハフの方を見上げていると、 ほどなくその穴からおせつの頭と肩が現れてきた右手に花紙に包んだ菓子包みのようなものを持ちゆとおうようにはしごの桁を踏みながらそろそろと下へ降りてくるうかがうように辺りを見回して堀に続く油蔵の方へ行こうとする唐突に萩の後ろから立ち上がったあごじゅうろついと前へ回っておせつの前へ立ちはだかり おせつさん、いったいどんな用があって屋根裏なんぞへ上がっていったんです決めつけるように言って手を伸ばしておせつが持っている紙包みをついと取り上げ紙包みを開いてみるとついさっき屋根裏で見た釘付けの井森「おお妙なものですな一体これなんです?」。おせつはパッと顔を染めて、 お恥ずかしゅうございますこれは恋のまじないのリ。守一恵様があわやに居候になっているのを嫌がられてどうでも立ち退くとおっしゃいます人の話によりますと生きたモリを思う方の部屋の天井へくぎづけしておきますと足がすくんでどうしても立ち退けなくなるということ。 一回りごとにイ門町の四つ目屋へ行って生きたイモリを買い和江様の天井へ打ちつけておりましたまじないの秘伝では一回りを一日でも過ごすとその人の身にたたりがあるということ早く新しいのと取り替えねばならぬと思いながら陣末の取り込みに紛れてそれが遅れとうとうこんな始末どうぞお察しくださいまし哀れだと思ってちょうだい。 泣くつもりなのかそろそろと油蔵ららの壁の方へ寄っていってその壁へ身をもたせたと思うとどうしたのか突然たまぎるような声で「あいや何か私の足に」。ちょうが間髪を入れずにおせつの方へ飛んでいってその足元を見ると足元の草むらの中に1匹の大きなマムシ。 青黒い背を光らせながらさらさらと草を押し分けてそばに積んである油壺の中へにょろりと入ってしまった阿古町はありあう木切れでぴったりと油壺の蓋を塞ぐと「ひょろ松分かった!」「阿波屋の6人の敵はこのマムシだったんだ」「これは阿波に住んでいる黒ハミというマムシで江戸にはいないやつ」 油壺を包むむしろの中へでも紛れ込んでここまで来たものに違いない。これで、あの赤あざの謎も解ける。マムシが人を噛むのは、八十八夜から十月の中頃まで。阿波屋の人死にもちょうどその間。なぜそこに気がつかなかったのか。と言って、蔵の壁に食いついて震えているおせつの肩へ手をかけ、おせつさん、 マムシに噛まにかれなすったかおせつは首を振って「い,いえ大丈夫」「それはよかったこれで新田さんの病のもとも分かったからきっと助けてあげますあなたはこの井森を掘りの水へ返して早くまじないを解いてきなさい」。